こんにちは。ビットコインのことをお話ししております。速稼塾の久保でございます。今日はですね、令和3年の8月3日なんですけども、現在のビットコイン価格が418万1785円なんですよね。で、昨年にかけてよく言われてたのが、令和3年の8月にはビットコインが500万円を突破するっていう予言だったんですよ。まあこれは残念ながら今の時点では当たってはいないんですが、ただやっぱりね、過去にね、今年の3月4月あたりだったですかね、ビットコインの価格が500万円を突破して最高値700万円以上の値段をつけました。まあですんで、今回のこの8月には500万円に到達するっていうのは、外れたような当たったような感じじゃないかなと思っております。まあ今年の年末までにね、また500万円とか600万円を回復すればいいなって感じですけども、まあ今回のことはちょっと置いといてですね、前回までの振り返りなんですけども、前回は2014年のビットコイン価格を申し上げて締めたと思います。終わり値が2014年12月11日で 41,180円、米マイクロソフト社がビットコイン決済を受付開始ということでございました。それではね、2015年、この2015年にはどのぐらいビットコインの価格が上がってきたのか、知名度が上がってきたのか、年表をねこうやって見ながらまた皆さんと一緒に考えていきましょう。それではね、2015年の1月4日の終わり値から報告させていただきます。その時31,749円とさらに値段が下がったんですよね。今からじゃ考えにくい金額です。ビットスタンプがハッキング被害を受けるということで、そうですね、この前後ではビットコインに対してはものすごく危ないものっていうイメージが報じられて、実際にねよくわかんないものっていう風なイメージが私にもありました。当然私は2015年以前からビットコインをはじめとする暗号通貨に興味を持ってね、勉強していたんですけども、でも情報が少ないことと、あと本当なのか、それともデマなのか、見分けることが非常に難しいぐらい、本当に分かりにくかったですね。それこそね、マイニングって言葉もよく言えなかったというか、マイナーみたいな感じでね、そこでまずはね、会話が止まってたような感じですからね。さあ、そしてですね、大手ビットコイン取引所、ビットスタンプ、ハッキングにより、500万ドル相当のビットコインを失うというふうにニュースが報じられていたんですけども、その前にですね、マウントゴックス、これ閉鎖されているってことを前回お話ししましたけども、とにかくね、ビットコインについては、もう本当危なっかしい情報ばっかりで、多くの方が、購入を戸惑っていたんではないかなと思います。ということでね、それから、およそ半年後、2015年の6月3日の終わり値は、ついに3万円を切って、28,027円です。とてもビットコインが10万円を突破するなんて誰も信じなかった時代です。ニューヨーク州のビットコイン規制、ビットライセンスが正式発表ということで、ニューヨークでビットコインが規制されましたよってことで、さらにね、ビットコイン業界を震え上がらせるようなね、冷えさせるような事件でした。アメリカ・ニューヨーク州でのビットコイン事業を免許制とするビットライセンスが正式に発表されました。免許取得後に5000ドルを課すという非常に厳しい内容であったため、多くのビットコイン関連企業がニューヨークから撤退することとなりましたということでございますね。そしてそれから2ヶ月ほど経った2015年の8月1日、ビットコイン価格にちょっとだけね、好転の兆しが見えます。価格は 34,603円ということで、マウントコックスの経営者、マークなんとかが逮捕されたということでございます。これ、覚えてますよ、私も。マウントコックスの元経営者、マークなんとかさんが口座残高を不正に操作した容疑で逮捕されたということでございます。だからマウントボックスからビットコインが取られたのは自作自演だったんじゃないかってことで報じられたのをね、私ちょっと覚えてるんですけども、そういえばあの後どうなったんですかね。実際自作自演だったんですかね。わからないですけども、8月15日、それから2週間後、価格はほとんど変わらず 33,277円なんですけども、ビットコインのフォーク版であるビットコイン XT がリリースされたと。要するにハードフォークとかっていうやつなんですけども、全く意味がわかりませんでした。未だによくわかりません。ブロックサイズ問題、スケーラビリティ問題によるビットコインコミュニティの分裂により、開発チームのうちの一部がビットコインの元のブロックチェーンから分岐する新バージョン、ビットコイン XT をリリースしました。これ今はどうなってるんですかね。現在のところ、実際にブロックチェーンの分岐はまだ発生していませんが、このような形でコミュニティが分裂して新バージョンがリリースされるのはビットコイン史上初めてのことでございましたということで、ニュースなのかニュースでないのかよくわからない状態です。当時の私は全く意味がわかりませんでした。ということで、市場の反応は特になかったということでね。それから1ヶ月ぐらい経った10月の22日、終わり値は相変わらずの3万円台、32,997円でございます。欧州司法裁判所がビットコインは VAT の課税対象外との判決を下すということで、
課税対象ね、ビットコインには税金がかかないのかっていうふうに思わせたようなニュースでございました。ちょっと記事読んでみますね。欧州司法裁判所によりビットコインの売買に関する VAT 付加価値税消費税は非課税であるという判決が下されました。このニュースをきっかけとして大きく価格が上昇することとなりましたということで、本当に大きく上昇したんでしょうか。じゃあ2015年の最後のニュースを見てみます。ニュースは12月23日に報じられました。終値 53,322 円。まあ確かに上がったんですけども、一旦10万円超えてますからね、ビットコインもね。ちょっとケチ臭い上昇だったかなと当時の私は思いました。結局10万円にタッチするのは夢のまた夢だったのかなというふうに、そういうふうな思いでね、2015年と2016年を私は過ごしておりました。ビットコインのフォーク版であるビットコインユニリミテッドがリリースされたということでございます。ビットコイン XT に続きのフォークとなりました。これが最後のニュースでした。2015年は以上のような形でビットコインニュース終わっていったんですけども、当時ね、確かね、ビットコインのなんかそのネットワークビジネス、こういったものが耳に入り始めたんですよ。いやー危なかしいですね。参加したビットコインは全部取られちゃいました。私もそうですけども、多分この時に参加した人みんながね、肝を冷やしたんじゃないかなと。ビットコインって結局詐欺だったんじゃないかなっていうふうな烙印が押されたんですよ。ですんで、こういった悪いニュースの時に仕込める人っていうのは相当先見の明があったと思います。私は無理でしたね。それでは本日のニュースは以上です。